マジで人言も喋ってない人みたいになっちゃった。かわいい、ありがとうございます。ちょ、マジで今日メイク濃すぎてビビる、自分でしすぎて。マジで今日マダム不調なんです。不調、もう嫌です。私はもうかゆいかゆい。なんかツインテールの位置が違うな、これこれ違うな、ツインテールの位置が。かわいい、ありがとうございます。え、これマジでリップいつもと一緒、ずっと使ってるやつ、最近大好きなんです。絶対高くはしないよ、私は。そういう高さとかじゃないのよ。今日のテーマって、テーマなんかあった？毎日今日のテーマなんもない。どうしよう、めっちゃ目乾燥する今日。何なの、めっちゃ言えそうなの。マジでツインテール好きじゃないんですよね。めっちゃ前髪直したいんだよ。え、ねえ、それな、髪の毛伸びたよね、よくお気づきで。私の髪の長さを、マジで自分のツインテール好きじゃないんですよ。なんか似合わん、究極に似合わんいつも言ってるんですけど、なんか変じゃないっていつも思うんだよね。いや、ありがとうございます、巻いてます。いや、なんか今日さ、アイロンかけようと思ったんよ、外行く用事があったから。で、ストレートアイロンしようと思ったらさ、時間かかるじゃん。だからマジで巻けばいいかと思って巻いた。いや、ありがとうございます。昨日のインスタのツインテール、あれもだってこれぐらいじゃない、高さ。かわいい、ありがとうございます。エナは巻く方が一瞬で終わるんだけど、なんでだろうな。適当に巻いてるからかな。今日のメイクいいって言ってくれる人いるんだ、ありがとう。あ、バラ、ありがとうございます。これ昔やってたんですよ、このメイク確かね、やってた気がする。やってないかな、こんな濃いやつは。なんかショールームでさ、画面見ててもめっちゃバリメイクしてますみたいな感が強いね。
姫たんっぽい、それは初めて言われた。まあ確かにっぽいかもしれんわ、メイクがな。さっきまであれ見てたんですよ、落ちるなみたいなやつ。なんかもう終わっちゃうんですよね、あともうちょっとで48分に終わる気がする。だからあと10分ぐらいで終わりますね。ピエン、あれマジで見てたんですよ8時から。なんか普通に CM 見ててめっちゃ見たいなとか思ってたの、割と前から。そう、須田さんの出てたやつ見てた。須田さんが落ちちゃってショールームの夜を始めた。すごいなと思って、やったら絶対一番初めのやつで落ちるからなとか思って見てた。見たいテレビ、ええー、な、見たいテレビあっても全然すぐまあいっかって思って戻ってきちゃう人、何でもできる人。ね、今日ラムネ飲み方公演やってますよね。さっきツイッターで見かけた、やってるんだと。なんだっけあれ、なんか言おうと思ったんだけど忘れちゃった。あ、そう、 S 公演のやつも見てた。モモタンかわいいと思って、チチチチチチチ。なんだっけ、今日ツインテールしてた、ももたんかわいいなと思って。凍える前にキスくらいちょうだい。そう、なんかももたんの声子供みたいなの書いてあったから見ようと思って。12時になったら遅すぎ。12時だよね、確か見れるの。見よっかな。じゃあ12時まで起きてよっかな、今日は。昨日なんかするために12時まで起きたんですよね。じゃあ寝てたわ、ソファーで寝落ちしてたら12時だった昨日。いや分からん、何時だったんだろう、マジで記憶なかった。かいかい、じゃ寝落ちとかの問題じゃない、もう自分から寝てるんですよ最近ソファーで。眉毛かゆいから描いていい？あおみも今日かわいかった、見てた、かわいいなと思って、いいねと。
前髪長いかもじゃなくて長いんですよ。今日切ろうと思ったの朝で、そしたらやる気なくしちゃって、今日朝起きたのが 10時とかなんですよ。なんか土曜日、土日なんもない土日、そんな感じなんですよマジで。本当にありがとうございます。もうマジで究極にだらだらして起きるんですけど、可愛い、ありがとうございます。仕事の日じゃないとマジでちゃんと起きれないんですよ。なんか仕事あるよ、あるから早起きしなきゃっていう日があったらちゃんと起きれるんですよ。4時とかでも3時とかでも何時でも起きれるんですよ。でもね、学校とか休日ってなるとマジでアラームかけてても起きれないんですよね。明日も休みなんですよ、嬉しい。明日は数学の課題をやんなきゃいけないんですけど、忘れてた、友達に送んなきゃ、ノート送ってって。え、そう予定があればマジで動く気するんですけど、毎日同じことこなすのが無理で。最近マジで学校の日もね、のんびり起きてます。明日は数学の課題やって、何しよっかな。ファイト、ありがとうございます。映画でも見ようかな、携帯で。いやマジそれなんすよ、なんだかんだ勉強してるんですよ。偉すぎ。いいね、ありがとうございます。偉い、ありがとうございます。あれやろうと思ってたんだ、インスタあげようと思って忘れてた。またえ、あのインスタの返信のあの基準を教えたい。基準っていうか、24時間経ったら、あの投稿し始めてね、24時間経ったらあのリプ返を返すっていうのを決めてるんですけど、だから24時間以内にあの返事していただければ返信しますっていうルール。なんかかわいそうじゃん、10分とかでさリプ返始めちゃってさ、1日経った人がさ返されなかったピエンとか。そう、24時間ちゃんと寝かせますのは。だから今日も返したよ、さっき。だから明日の朝ぐらいに多分返すと思う。で今日あげてまた月火曜日にやるっていうルーティン。でも明日あげる、あ、今日あげたら明日あげるもんないや。キャハ、いいね、ありがとうございます。3連休だからあげようかなとか思ってたけど、3枚もないや。まあ今日あげる写真は全身の写真あげるよ。ディズニーのですよ、今日も。ディズニー。テンテルンテンテンテルリンリリ。2年ぶりにディズニー行ったんですよ。2年ぶりってすごいよね。楽しかった、久しぶりに行った。花と、いいね、ありがとうございます。ランド行ったよ。修学旅行ぶりに行った。
なんか久しぶりに楽しんだ感ある。大阪の方はね、何年ぐらい行ってないんだろう。でもね、友達と行ったんですよ一回。でも、ね、人生で2回しかユニバ、あ、ユニバとか言っちゃった、行ったことないんですよ。で、2週間、ん、何話してんのえな。意味わかんない。2回しか、人生で2回しかユニバ行ったことないんです。壇上上がれたウッキーだって、おめでとう。なんかさ、喋っててコメント途中で見ちゃうとダメだなって思う。エナは絶叫マシーン好きじゃないけど嫌いでもない。なんか乗ろうって言われたら乗るし、なんか別に乗らなくてよくないって言われたら全然乗らない人。わかります、言いたいこと。まあそんな感じ。一応乗れるよ。ハートありがとうございます。やめな、絶叫乗っても叫ばないです。笑ってる、逆に笑っちゃう。あはははってなる。エアが今行きたい場所は美容院、美容院行きたい。なんかさ、髪の毛切りたいわけじゃないんだけど、切りたいんだよね本当に。髪の毛伸ばしてんのに髪の毛切りたいんですよ。なんでかわかんないんだけどな、なんか切りたい気分なんですよ今。余裕そうだけど決まってた、あやかに、あやかにって呼んでんだ。あやかにの時期大変になりそう。それな、いや今余裕じゃないんですよ全然。こう見えて内心焦ってるけど、まあいっかとか思ってる人でもダメなんだよなっていう感情、エナの感情ね。1から4がテストなんですよ、12月の。だからもうなんですよ、もう2週間前なんですよね。言えばこう見えて、まあ、つまり毎日徹夜ということでよろしくお願いします。これからちっちゃい頭ぶっ壊れき、ぶっ壊れきとか言ってね。いや本当に今回なんか友達の目標を決めたんですよ、意味わかんない。本当にあのバカみたいにハードルの高いあの目標を決めちゃって、テストのだから頑張ろうねとか言ってるんですよ。えとか思って、本当に意味わかんないぐらい高い壁を作りました自分で。絶対無理無理って分かってるあの壁を作った。えらい、ありがとうございます。え、多分ね、言っても分からんと思うんだよな。いやなんか本当に自分頭よろしくないんで、ちょっとでも頭良くならないとやばいです。有言実行したらマジでこれはすごいと思う。絶対
みんなに褒められちゃう。なんかね、そう、12月なんもない予定だったんですよ。11月か12月かなんもない予定だったから、あ、勉強できるかなとか思ってたら、ありがたいことにレッスンが入ったので、計画考えなきゃねー本気で。ハントありがとうございます。ファイトありがとうございます。クラスの成績今何番目なんだろう。自分コースの順位しか知らないんだよね。ミラボールありがとうございます。なんだっけ今、あー、そうだ、クラスの順位の話か。何位なんだろう自分、全然覚えてない。でも割と最下位の方だったのは覚えてる。なんかね、そう、仲いい友達とはないないないって、あの、なんていうの、連チャンで並んでて笑ってた。同じぐらいの成績じゃんって言って、そう、連番したの、友達と4人ぐらい一緒だった。でもエラの友達一人だけめっちゃ頭いい子いて、その子だけレベチに高い。だから一面で勉強しようってなったんですよ。マジでこれ、このテストでマジでエナの言ってた目標が叶ったら自分にご褒美買おう、決めた頑張ろう。マジで死ぬほど授業に集中してたんですよ最近。そしたら友達にどうしたのって言われた。だから今までどうしたのってぐらいやってなかったんだなと思って。いや全然目標言ってもいいよエナは、バラさなければ。みんなが、ハートありがとうございます。バラさなければ言ってもいいよ全然でも絶対みんなバラすでしょ。だからやめとくわ誰にバラすんだよって話なんでね。こんなね、絶対一回でなんか笑われてる気がするんだよな、エナは。いや、ママの笑い声が聞こえたんですよ。いや、めっちゃ耳澄ましてる。ちょっと違うかもしれない、会話の内容が。いや、なんか見てる、なんかね、星投げてるらしくて、見てる、そこだけ見てるよってママが言ってたんですよ。だからちょっとね、テレビかもしれない。昨日もテレビ見てて、いいね、ありがとうございます。なんかしようと思ったんだけどね。いやだよ、探りたくもないママに。
そう、なんかさ、ママが LINE してくれてるんだけど、たまにね、配信中に。でもさ、えなさ、LINE の通知めっちゃ切ってるんですよ。だから意味ないんですよ。ママにね、何回言ってもそれをね、聞いてくれなくて。ずっと言ってんですよ、割と前から。えな、そう、通知来るのが好きじゃないんですよ。なんかこの LINE っていうアイコンに ① とか ② とかついてるのがすごい好きじゃないんですよ。なんか、あ、返さなきゃ返さなきゃって気持ちになるのがすごい好きじゃないの。そういう通知見ちゃうと気ままな時に返したいから。可愛い、ありがとうございます。だから消したんです、一回。でもちゃんと休養の時とかは返してるよ。メールとかはちゃんと見てるけど、なんか超くだらない会話とかの時はそういうさ、通知オフ派。かわいい、ありがとうございます。唯一撮ってるエナの通知はヤフーニュースだよ。毎日来る。エナって意外にさ、男前らしいね。なんかそれ前も言われたんだよね。なんかポッキーゲームした時に男前だねって言われて、なんか混ざってんのかもしれない、もしかしたら。え、そう、ニュースちゃんとチェックしてるんですよ。チチチチチチチ。え、なんかさ、そういうのは全然できるんですよ、本当に。伴奏したことないです。ということで時間らしい。今日はエナが意外に男前ということが分かったので、皆さんぜひ知ってください、男前なところも。ツインテールしました。また見に来てください。明日も頑張りましょう。